こんにちは。昨日初めて日本語の本を全部読み終えたのですが、記念としてそこで学んだ表現を50個まとめてきました。とても読みやすいので、日本語の勉強をしている方にはおすすめです。では始めます。思い当たる節があるでしょう。共通の経験を探って説明する表現です。つい不憫に思う。かわいそうだと感じることです。見ていられないほど塞ぎ込む、落ち込むことです。ぺこりとちぎして堂々と通る、人の家に上がる際などに頭を下げて礼をすることです。突然不気味なことに身構える、身の危険を感じて本能的に防御することです。辛抱できず声を荒げる、我慢すること。ふてくされた表情を浮かべる、不平不満を表す表情です。とっさの僕の嘘、瞬間的に行動をとることです。苦労しているこちらを尻目に、相手を見て行動を変えるべきな時にちらっと見るだけで気にしない様子です。何々を見て物思いにふける、きっかけとなるものがあって考え事に沈むことです。皮肉で言ったのに本気で謝ってきた。皮肉とは意地悪のつもりで、相手の過ちを遠回しに指摘することです。医者の父のつてで設備のいい病院に、ここのつては縁故、人とのつながりを意味しています。やかましい声がアラーム代わりとなった。やかましいとは、こまごまと小言が多くてめんどくさい様です。傍から見たら結構なホラー。第三者の立場からという意味の時は傍と読みます。寝起きの頭にはなかなかに応える。耐えるのが苦しいという意味です。着替える時は一丁前に出て行った。栄養バランスを考えた献立。献立とは食卓に供する料理の種類や順序、メニューです。突っ込みたいが何も言えない歯がゆさ。身支度を済ませて学校へと出かける。他人の死をこんなにも悼んでくれるとは。品揃えもしょぼいし、いつもガラガラな購買。ここのガラガラはお客さんが少ないという意味です。心から楽しんでいる。屈託のない笑顔。屈託とは気にかかることがあって、やっていることが手につかない状態なので、屈託のない心は晴れた心です。案の定というか、ここにもついてきた。案の定は予想通りという意味です。風の音に遮られ会話が聞こえない。遮蔽物に隠れる。最後はいじめていた側が音を上げていた。音を上げるとは弱音を吐く、降参する。持ち前の明るさと行動力。ひねくれた考え方が加速した。ひねくれたはつまり歪んだ、ねじれ曲がった。音痴の鼻歌がまた鼻につく。鼻につくは強すぎる香水のように気に障るのが止まらなくて苦しいという意味です。怪訝そうな顔をしているので、どうしたの？怪訝に思うとはおかしいと不思議に思うことです。男の子の部屋に入り浸る。浸るがつくと長居することになります。不毛なやりとりを重ねて寝負けした。言った言ってないだけを繰り返すなど、進展のない会話は不毛な会話です。それを続けたくなくて、相手の根気に負けるのが寝負けです。町に繰り出すことになった。繰り出すは大勢が揃って勢いよく出かけるという自動詞としての意味があります。全部美味しそうで目移りしちゃう。目移りは他のものに心が惹かれてそっちを見てしまうことです。フルーツどさりの割高のパフェ。質が良く分量が多い商品は高くて当然ですが、それじゃなくて無駄に高いという意味です。
ぐいぐいとリードするようなゲート、財布からこっそり抜き取るゲート、ゲートとは普通ではできそうにない行為です。死神と天人の褒め言葉がハモる。服を試着してて似合うと言われる場面ですが、ハモるはハーモニーを奏でるという意味です。ピンク色のファンシー店を見てげんなりする。げんなりはやる気のない様です。骨太のサスペンス対策。骨が太いというのは、基本や根幹がしっかりとしていることです。これが計算済みの作戦だったら、これからのことが末恐ろしい。床屋に行って最後の散髪を。髪を切ってくれるお店にどうして床が入っているのか、そして髪を整えるのにどうしてチラスが入っているのか、これらは歴史的な背景があるそうです。出てきた札束を茶封筒に入れる。子供の考えた絵空ごと。上ごとのように言った。上ごととは喋り方とその内容がはっきりとしてないことです。一向に切り出そうとしない。沈黙の中で全く喋り出そうとしないことです。神さんがここの景色が好き。商人の女主人をおかみさんというのですが、親しい間柄では自分の妻をかみさんと言えるようです。ああ、もう頭をかきむしる。頭と言いましたが、髪を掴んで引き抜く動作です。名残惜しいようなニュアンスをはらんだ言い回し。思い出がひっきりなしに頭に浮かぶ。何でもありません。軽く会釈するとその場を離れた。ほら、危ないでしょ。言わんこっちゃない。これは言ったのに聞かないという意味で、生きてほしいと言ったのに飛び降りようとするから言ってるのです。今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。